けど、はい、まあ、僕が買ったバイクはね、ちょっと写真ちょっとこの辺とかどっかに出そうかなと思うんですけど、はいはい、まあ、ノーマルで買って、うん、でバイク屋さんである程度ちょっとカスタムの依頼はしてるんですよ、うん、あのタンクとか、うんうん、フェンダーとか、うん、まあまあ、僕買ったのはドラッグスター400サイドカバーとか、うんうん、まあ、要するにまあ一番色が目立つところがあるので、うん、その見た目に関するところはちょっと自分たちで、うん、まあ、塗装関連、ね、塗装関連、うん、まあ、塗装前の下準備の一つの足付け、うんうん、的なことやね。まあ、言ったら、サフェイさん下地を塗る前の足付け。ちょっとね、パテをやってタンクにで1日経ったんですよ。でしっかり固まってるんでパテを研いでいくんですけど、今からちょっとキャップとかあの裏のねガソリンのコックとかつなげるところ、これマスキングしてで研いでいきたいと思います。あって終わりました。で、サフ拭いていく準備したいと思います。じゃあ、研いだコーンとかエアブローしてでシリコンオフで拭いてサフェーター塗っていきたいと思います。シリコンオフする時の大事な点は、で、まあ、たっぷり浸したウエスで全体を拭いた後に空拭きをしてください。理由は、シリコンオフで油を浮かしてるんで、その油を浮かしての拭き取ってるっていう感じですね。はい、サフェーサーを作ってきました。今回は、硬化剤とかちゃんとある2液のサフェーサーで、グレー拭いていきます。はい、でまず最初1回目は弾いたりとかする可能性があるのでバラ拭きで拭いていきます。捨て拭きってやつ。バラ拭き終了です。じゃあこれって今1個目塗ってからさ、はい、そのこのタンク塗ってから順番に来たんやんか、こうやって、はい、でその流れでそのままもう一回タンク行ってもらっていい？もうちょっと待った方がいいの？ちょっと待った方がいいの、うん、5分10分。そんないらん、そんないらん、うん、要するにセッティングタイムみたいな、フラッシュタイム、フラッシュタイム。
塗りにくい場所から塗っていって最後に塗りやすいところに塗るみたいな。要するにこの下の方とか、そうそうそう、こういうこのベロみたいになってるところとか、まあ、こうこうっていうのしないけど、この低いところ、このこういうところとか、あ、なるほど、ね、こういうところとか、そうそう、塗りにくいところから先塗ってって、でこういうところ最後、面のところは最後の後でたっぷり塗った方がいい。今ね、サフ吹いたんですけど、こう機械で分かると思うんですけど、ここ点点点点点ってこうへこみが出てるんですよね。このあの点々に見えてるのこれへこみなんですけど、足付けの際にペーパーで解いたんですけど、へこみとかまで取ってないもんな。まあそういうのって基本的には、うん、取り落としてもいいんやけど、うん、歪むから。そうだね。大きく触って入れなあかんね。なんかここのこれぐらいの飛び石の巣穴ぐらいだったら、サフ入れた後に、うん、ポリパテとかで巣穴埋める感じで埋めたった方が、うん、あの、いいと後には出てきにくい。だからこれは別にサフ吹いた時点でこれが出てくるのは問題じゃなくて、この後にどうするか、サフ吹いて乾いた後パテで埋めて、あの前回のタンクの時にやったみたいに巣穴埋めるみたいにパテで埋めてまた研いで、そう、でその後もうその後そういけるもういける、うん、あ、だからまあパテ埋めて、あまりパテつけすぎひんようにパテで埋めて、うん、その塗装に行くって感じね。リズムへんように研いで研いで塗装に行くっていう感じです。どう、うん、こっちはね前回ね巣穴を埋めてるんでね、ほとんどないじゃん、うん、まあ、まだ乾いてないんであんまり近寄るのやめとこう。でねこれねフェンダーがねここちょっと割れてるんです。まあ見えないところなんですけどね、割れてて、こっちは何のこれへこみ、多分なんか多分もともと取り付けてたからそこに肩がついてもってへこんでるんでしょうね、こういったところと。この辺もまたパテ入れて埋めて塗装前に研いでいこうと思います。とりあえずサフ吹き終了です。